サリガスワールドウェルスレポートとは、毎年キャップジェミニおよび RBC ウェルスマネジメントが共同で出版している世界の富裕層調査レポートである。同レポートでは、富裕層に資産状況及び世界経済動向を踏まえたトレンドをまとめている。レポートは、世界の5000名以上の富裕層を対象としたアンケートをもとに作成されており、世界の富裕層の興味の変化、 アセットアロケーションの変化、資産運用会社の役割などが含まれる。同レポートが対象としている、富裕層は、金融資産を100万米ドル以上保有している個人となっている。2015年に発行されたワールドウェルスレポートの用紙は以下の通り。その他の要点、キャップジェミニは1967年1月に設立、フランス・パリに本社を置く、多国籍企業である。 約18万名の従業員を持ち世界40カ国以上にオフィスを展開するコンサルティング、IT サービス及びアウトソーシングサービスを提供する会社。コンサルティングサービスは主に IT、金融、自動車などの製造業において展開。日本では2012年にキャブジェミニ株式会社が設立された。同社はユーロネクストに上場しており、ティッカーシンボルは CAP。 事業展開している地域には、北米、南米、アジア太平洋地域、中南欧が含まれる。RBC ウェルスマネジメントは1901年、創業、カナダトロント本社の資産運用会社であり、カナダ最大の銀行である、カナダロイヤル銀行の100%出資会社である。資産運用のアドバイザーやコンサルタントが約1500名おり、 預かり資産は1800億ドルに上る。また RBC グループ全体では約7.8万名の従業員が1600万名の顧客と取引を行っており、カナダ・アメリカの他に39カ国の国々に事業を展開している。ありがとうございます。